最初に言っておきますが、このゲームを気に入ってる理由、それは、シスター好き、キャベツァー好き、ココ好き、スリットー。皆さんこんにちは、アストです。今回、さっくり紹介していくゲームはこちら。聖獣の夜と落ちた聖女。こちらは、タワーディフェンスのゲームになります。シスターの浄化の力と4種類の精霊を使って、モンスターの進行を止めるタワーディフェンスゲームですね。モンスターを倒すことで得られる魔力を使って、精霊を召喚したり、シスターや精霊を強化することができるので、うまく活用して次の戦いに備えていきましょう。魔力が足りなくて戦力が足りない？ああ、じゃあ、モンスターから効率よく魔力を手に入れる方法を教えましょう。魔力を効率よく手に入れる方法、それは、